皆さんこんばんは。いかご過ごしですか？セビリア市から発信してますクリスタルです。今日ちょっとお急ぎで編集なしでこのニュースお届けします。消化的にならないようにちょっと絞りたいんですけれども、トランプ大統領に対する暴露本が昨日出ましたね。それでいくつかのこう記事を、日本の記事を見てると、これは誰も相手にしないとか、韓国がこういう暴露本を出すのはね、やっぱり審議に戻るとか、いろんなこと言ってて、まあ韓国ブーメランだとかそう言われてるんですけれども、これ信じる人いないっていうのような意見がなんか圧倒的だったような気がしたんですね。ざっと見ただけで。それでもうそんなに心配することはないと、こんなものを信じる人はないって言ってる人が多いような、そういう記事が多いような気がしたんですけれども、もし私が間違えてなければ。スペイン、ヨーロッパではそんなこと全然ないですよ。全然反対です。ロシア放送も見ましたし、それからラテンアメリカの放送も見ました。で、スペインで言われてることと、それから新聞見ましたけれども、これ大騒ぎです。で、このね、本ね、世紀の大ベストセラーになる可能性もあるって言ってますね。っていうのは、だってあれだけ差し止めをしたいって、もうトランプの暴露本みたいなのは、今までもちょろちょろ出てるんですね。でももう全然気にしないとか、もうそんなもの、だからって人気に全然差し障りないって言われてたのがほとんどなんですけど、こればかりはもう本気で食い止めようとしたんですね。当然ですけど。で、できなかったと。もうこれがね、ものすごい宣伝になっちゃって、世界中でね、もうこの注文殺到して、もう売り切れなんですね。ところが、驚いたのは、冒頭に写真あげましたけれども、ロシアの放送が、この事件の5日前にもう本をペラペラめくって、意見言ってるんですね。発売前に。で、私これなんだろうなってすごく驚いちゃったんですけど、うん、ロシアのね、放送よく見ます。っていうのは、ほら、アメリカはトランプを叩いてて、ロシアは割合にトランプさんには好意的っていうか、ヒラリー・クリントンやなんかが出てくるんだったら、絶対にトランプを押すっていう、プーチンさんがいる限りは、その傾向があるんですね。それどうしてだかっていうのはまた後で話したいと思うんですけれども。で、それで、トランプ政権が続いてくれた方がいいと思ってるんですよ。どちらかというと。個人的に好きだからっていうわけじゃなくて。で、やりやすいと、仕事が。ということで、失脚されちゃ困るんですね。バイデンとか出てこられるの嫌なんですよ、ロシアとしては。ですから、そういうことを加味して、どういう気持ちで見ているかっていうのを加味してみると、もう、早速手に取ってる。で、その、アナリシスやってる。で、これね、すごいなと思ったんですけれども、で、この、河野さんはアマゾンに申し込んだけど、全然手に入らないなんて悠長なこと言ってるんですね。で、そんな、何千億円なんていう、お金は、全然無心されてないとかって言ってましたけど、これもね、額面通りに受け取れないんですね。で、トランプ絶対大丈夫、トランプ不滅だみたいな感じで、日本のなんか意見は、トランプさんを支持してる方の意見は、大丈夫だよ、みたいな感じなんですけれども、スペインのね、解析では大打撃になるとは言えないまでも、なぜかというと、これを書いた人に信頼が置けないからです。こういうことするっていうこと自体にまず信頼を受けないし、そんなね、その首相だとか大統領の側近が暴露本書いていいわけないじゃないですか。私はだからこういうところで、この近世に至って人々のなんていうか、道徳心とか本当に世も末だなって思うんですね。こんなものを出しちゃうっていうところが、どんなにね、たとえトランプ大統領がひどい大統領だったとしてもですよ、内閣にいた人とか側近だった人はもうそんなものを暴露しちゃダメに決まってるじゃないですか。そんなこと言われなくても、人間のそのなんていうか基本的な条件としてね、高官である以上は絶対に墓場のまで持っていかなくちゃいけないというようなことは不文律っていうか決まってたのに、この頃も何でもありなんだなっていう、そういう感じがしますね。それで心配されているのは、確か7月28日です。この姪っ子が今度は家庭内の、そのトランプ家のがどんなにひどい家系かっていうのを暴露した本を出すっていうんですね。で、この人のその心理学者としての分析を加えたなんて言ってるから、また前評判がすごいわけです。これと2本立てで世の中に出ちゃったら、さすがにね、トランプさんね、際どいかもしれませんよ。スペイン側では、そういうふうに分析してます。大打撃に
なるかもしれないけれども、あるいはこれから何か出てきたとき、例えばバイデンさんがものすごい失態をしちゃったりとか、よくやる失言のものすごいやつをやっちゃったりとかしたときに、まだ運は向いてくるかもしれない。でも、これが、この本がトランプ政権に与える傷は浅くないって言ってます。っていうのはね、日本は日本の利害だけで考えるかもしれませんけれども、この約500何ページでしたっけ？かなり分厚い本なんですけど、39ページがベネズエラのことだけを言ってるんですね。これはね、南米諸国にはもちろんベネズエラはもちろんですけれども、他の南米諸国もどういうアメリカがどういう目でこのベネズエラを、従いさせようかとしてる。っていうところに焦点、足は我が身っていうか自分たちもどうなってるかっていうことをここから測ろうとするんですね。だから中南米とかそれからアメリカ国内にいるヒスパニックに対して非常にまずいわけです、この39ページは。で、これが全部嘘じゃないんですね。特にこのベネズエラに対するそのアメリカの戦略っていうのはかなりね、うなずけるところがあるって言ってます。みんな分析してます。ベネズエラの人も、ベネズエラの、新聞記者も分析してますし、スペインでもそうで、この39ページのって、もうみんな手に持ってるんですね、これね、事前に。そんなね、私、これ、皆さん、河野さんには割と好意的みたいなんですけれども、政府の高官がですよ、ね、例えば外務大臣とか、そういう高官が、アマゾンに発注するって何ですか？こんなのみんな発売前にみんな持ってますよ、よその国の人は。でも、特に読んじゃってて、発売と同時に意見言ってますね。中南米諸国でさえそうです。これね、別に私は叩こうと思ってませんけど、これを当たり前のことのように、なんか河野大臣が申し込んだ時はもう売り切れだったってって、楽しくおかしく、笑っちゃうねみたいな感じで思ってるのお気楽すぎません？政府交換なんていうのはこんなのは1ヶ月前から持ってなくちゃいけないし、対策立ててないといけないし、それから私が一番呆れちゃったのは確かテレ東だったと思います。本の中で一番信頼している各国の元首はボリス・ジョンソンの次は安倍総理だって、安倍総理とはものすごく仲良しなんだ、気がよく通じるんだっていうことが書いてあるって言うんですね。ね、これその無心になってこう考えたとき、なんかすごい奴隷根性だと思いません？だって、まあ日本にいる人はわかんないかもしれないんですけど、海外に住んでる人ぜひ意見を言ってください。私はね、西洋人が日本人に対して、東洋人に対してどういう感情、どういう優越感、どういう劣等感を持ってるかっていうのは肌身でね、わかってるんです。だから、例えば、まあ、トランプ大統領が特別な思い入れが英国に対してあったとしても、日本は同等じゃないですよ。日本は安倍晋三は僕にはすごく話しやすい相手なんだ。ゴルフもできるんだなんてね、あんな強者の国で、そんなにお気楽なこと言うわけがないんですよ。私ね、ざっとなんですけれども、もしも間違えてなかったとしたら、何かの集会か何かの会で、トランプ大統領が、日本に米軍を引き上げるっていう、この脅し文句は、最高のその外交カードに使えるんだっていうような意味のことを、確か発言してるの間違いじゃなかったら、私も毎日いろんなものを追ってるので、見間違えることもあるかもしれませんけど、確か間違いじゃなかったら、それをね、言ってた気がします。英語で言ってるのどっかで聞いたんです。勘違いでなければ。どなたか、英語でニュース見てらした方、それどっかで見ませんでした。私、確か集会で言ってたような気がするんですけど、でもまさか集会でそんなバカなこと日本にだって放送されるのに言うわけないな、言ったとしたらもう本当に脇が甘すぎるっていうか、よっぽど舐めてるんだなと思うんですけれども、でもアメリカがね、年次改革要望書を出し続けて、アミテージレポートを出してるアメリカが、日本を同等に扱って、こいつとは仲のいい間からなんだ、気が通じるんだなんて言うと思いますか？海さん山線のトランプさんが。もうね、お気楽すぎますよ、本当日本のね、報道。
びっくりしました。もうこれすごい仲良しなんだって言ってね、その仲良しっぽいニコニコ笑ってる写真出てた出してたんですけど、私ねもう本当に危機感感じちゃいました。国家間のねせめぎ合いってこんなもんじゃないでしょ。だから表面はニコニコしてゴルフだなんだって言ってたって全然違うんですよね。でこれをね見ちゃって、あそうなんだよかった、あの暴露本でそうやって言ってるのかなんて思っちゃったらもちろん大変なんですね。ですから今日ね、いっぱい本当は、ニュースあるんですね。ジブラルタル海峡閉めちゃったとか、これは30何年間でもう初めてだ、コロナウイルスの関係で閉めちゃった。ギリシャのフェリーはもう 60% に、65% に売り上げが下がっちゃった。それからお金は一切使わせないでカードになってる。これは常々電子化させようと思ってたことが、このコロナウイルスを使って、ね、ちょうどいい感じに現金を使わせないという方向に行ってるじゃないかっていう意見が上がってます。それからトランプ大統領がグリーンカードに赤信号を出して、もうこれ、季節労働とか、それから農園で働いてる人たちに出さないって言ってる。この渦中の人ですが、こういうこともきちんきちんとやってって、強い姿勢を崩さない。すごいなって思います。本当だったらもうこんなに痛めつけられたらめちゃめちゃになっちゃうと思うんですけど、メキシコは1日に1000人の死者が出て、それから23日の、現地時間の10時29分、日本時間の24日の0時29分にマグニチュード 7.5 の地震がメキシコ南部でありました。オアハカっていうところなんですけれども、でも幸いにものすごい被害とかは出ないで済みました。それから、マクロン大統領がトルコに対してすごい強硬姿勢を出してますね。また焦点はリビアです。それからブリティッシュエアウェイズがついに1万2000人の解雇をほのめかしていて 70% の賃金カットだって言うんですね。でそれで聞き間違いかなと思ったんです。 70% ってすごいでしょ。それが28,000ユーロ、年間28,000ユーロになるって言うんです。今までは40,000ユーロだったんですけど、28,000って言うと本当に 70% の賃金カットになるんです。こんなに賃金カットされて、それでブリティッシュエアウェイズは全然政府から助けてもらえないって言ってました。でこれ当然ね、こういうふうにしていかなかったら生き残れないんだって言ってて、これは当然だってもう全然悪びれもせずに言ってます。こうやってもう目白押しにニュースがあるんですけれども、中南米で一番激しい動きっていうのはこの暴露本で39ページ割かれたベネズエラですね。ベネズエラはもともともうアメリカの植民地じゃないって、トランプさんがそんなような軽口を聞いて、やっぱり石油をね自分のものにしようとしてるアメリカの姿勢が赤裸々に語られてるって、この中に全部が嘘とは言えない、かなり頷けるところがあるって言ってます。割合に冷静な判断を中南米ではしてますね。全部本当だとは思わないけれども、かなり頷ける、そうだったのかって思えるところがたくさんあるって言ってるので、危ないですね。ブラジルのボルソナロ大統領がもう経済を最優先させて、コロナが大変大変です。あとトランプ大統領なんですけど、また元に戻って、この姪っ子が暴露本を7月28日に出すって言っていて、今もう訴えてますね。これ守秘義務があるので、昨日も申し上げましたけど、そういう契約書にサインしてるんですけれども、あちら側の弁護士は国民の知るべき、その権利を阻止するのか、これただのファミリーの話ではないってね、詭弁使ってるんです。でもね、知る権利って言うんですけれども、今更トランプ大統領の背景がどうだったとか家庭がどうだったかなんていうことを暴露して、いいもんじゃないじゃないですか。それでそのちゃんとその遺産分けの時にサインしてるんですから、これはね出しちゃいけないですよね。でもアメリカもかなり左がかった判事がいっぱいいるようなので、これどうなるか展開がすごく心配です。さすがのトランプさんも政権内部と家庭内でこういう暴露本出されちゃったら、熱烈な支持者っていうのがちょっと熱が冷めちゃうかもしれないんですね。そこを一番心配してます。ということで今日は急ぎお送りしました。また明日お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。ごきげんよう。